ビジュアルラジオですよね。よく知ってるな。どうだ、スケルトンボディでかっこいいだろう。はい、かっこいいです。ん、待てよ、なんでギアッチがこれを知ってるんだ。私たちの国でも一昔前に流行ってたんです。と言っても今は製造していないので、私も実物を見るのは初めてなんですが。へー、まさかギアッチの国にもこいつがあったとはな。けど女の子なのによくこんなの知ってるな。もしかしてギアッチは機械とか好きなのか。はい、大好物です。大好きじゃなくて大好物か。よっぽど好きなんだな。なら貸してやるから好きなだけ見ろよ。いいんですか。特別だぞ、こいつは俺の宝物だから。本当なら誰にも触らせないんだが、ギアッチはこいつの良さを分かってるみたいだからな。ほらよ。わあ、ありがとうございます。これってゲームのセーブデータを保存できたり、ミニゲームも遊べるんですよね。それだけじゃないぜ。その名の通りラジオも聞けるし、短距離だが無線通話も可能だ。あと有線でネットができる端末につなげば、外でもこいつでネットが楽しめる優れものなんだ。すごい、すごいですよ、うずめさん。いいなぁ。これどこかにまだ残ってたりしないんですか。特に見かけたことはないなぁ。けどもし見つけたらギアッチに教えるよ。やっぱこういうのは価値のわかるやつが持たないとな。ここに行ってみよう。
必射、一気にぶっ待ってました。そりゃあ手やばい、大勝利。行くぜ、10年早くかっこよく決めてやったぜ。はあ、気になるのはこんなもんか。思ってた以上にネプッチも戦えるんだな。まさにノーアルタコは爪を隠すってやつだよ。さて、そろそろいい時間だし、向こうにいるギアッチを迎えに行こうぜ。はあ、外でネットするには公衆電話に有線で繋がなきゃいけないなんて不便だな。いっそのこと無線の装置作って街中に設置しちゃおうかな。で、今はそんなことしてる場合じゃないんだった。ハッキングして見つけたこのデータを調べないと。何なの？これで最後みたい。もしかしてこの国がこんな廃墟になった原因なのかも。うん、調べてみよう。おーい、ネットギア、そろそろ帰るよ。あ、お姉ちゃんが呼んでる。あのことお姉ちゃんたちに伝えるのはもう少し確信を得てからの方がいいよね。うん、海岡からだ。どうだ、シェアクリスタルは本物だったか。ああ、本物だったよ。まさかこんなところにもシェアクリスタルがあるなんてね。君に手土産もできたことだし、今日中にそっちに戻って。なんだお前を。うわあ、え、海を、おい海を。今の絶対何かあったよね。ネプチ、ギアッチ、俺は海を助けにすぐに隣町に行く。ついてきてくれるか。もちろんだよ、早く行ってあげよう。Oh!
用がいるはずだ。どこかって詳しい場所はわからないんですか？あーい、海よー、いたら返事して。話の途中で通信が切れたからな。誰か海尾の居場所がわかるやつがいればいいんだが。さすがにそんな人都合よくいるわけ。いや、わからないぜ。案外海尾と一緒にいたやつがかろうじて逃げ延びているんだよ。それで俺らを呼びに行こうとしていたところ、ここで偶然俺らと鉢合わせるわけだ。それでお互い超偶然っていうか、向こうもうずめも信じらんないって感じでさ。それであっという間に海尾のいる場所に案内してくれて、海尾をいじめる悪いモンスターをぶっ倒しちゃうってわけ。それで海尾も助けてシェアクリスタルも見つけてめっちゃラッキーってみたいな。ポカーン。と、まあ、もしかしたら偶然案内してくれるやつが現れるかもしれないぜ。いや、今うずめがうずめっぽくなくて。気のせいじゃないか。いやいやいや、気のせいじゃないって。だって今急に女の子っぽいというかギャルっぽくなったよね。それも一昔前の。自分のことも俺じゃなくてうずめって言ってましたよ。空耳だって。それともここには現実でも操るモンスターがいるのかな。うずめさん、うずめさん、本当に来たー。よし、ナイスタイミングだひよこ虫。ん、ナイスタイミング。あ、いや、それはこっちの話だ。それよりもどうしたんだ、そんなに慌てて。もしかして海尾のことか。そうなのです、海尾さんがモンスターに襲われて大変なのです。案内するので早く向かうのです。どうだ二人とも、俺の言った通りだったろ。まさかうずめさんの妄想通りの展開になるなんて。それもそうだけど、私はそれ以上にうずめのあの性格の変わりようの方がびっくりしたかな。本人は隠したがってるみたいだけど。おい、何話してんだ、置いてくぞ。案内するので早く向かうのです。わー、待って待って。ここに海尾がいるんだな。はい、なのです。ここはもともと僕たちの仲間が住処にしていたのです。それで偶然奥でシェアクリスタルみたいなものを見つけたので海尾さんに確認してもらっていたんです。けどその最中にいきなり見たこともない大きなモンスターがやってきて、海尾さん無事でいてほしいです。事情は分かった。それでそのシェアクリスタルは本物だったのか。もちろんなのです。モンスターに壊されないように今は海尾さんが持っているのです。なら早いとこ助けてやんねえとな。頑張っちゃうよ。
待て、ドイツにしようか。だってよな。対象損傷、敵発見、敵捕捜、損傷じゃねえか。損傷甚大。次当てずにしてやんよ。まだ緊張俺の番だな。とりゃよし、撃破。次この勝負俺の勝ちだな。俺の仲間なんだ。ヒヨコムシってのはこの世界で一番多いモンスターで、いろんなところで群れを作って暮らしてるんだ。群れ同士のネットワークもあって、よくシェアクリスタル探しを手伝ってくれてるんだ。その代わりに僕たちを凶暴なモンスターから守ってもらっているのです。持ちつ持たれつ、素敵な関係だね。けど私、ヒヨコムシを見てたらお腹が減ってきたかも。なんでだ。まさかとは思うが、ネプッチの国ではヒヨコムシが主食なのか。行く。違うって、さすがにそれはない。ない、私は食べたことないんだけど、ヒヨコムシって油でカラッと揚げて食べるとエビフライに似てるって言われてるんだよね。僕は食べても美味しくないのです。うずめさん、助けてほしいのです。エビフライか、そういえば食ったことないな。なあお前、本当にエビフライみたいな味がするのか。誰か助けてほしいのです。ジュルリー、お昼ご飯を食べてないせいか、空腹のあまりエビフライに見えてきたかも。ねえ、エビフライって呼んでもいい？エビフライなのです。おお、いいな、エビフライ、個性的でいい名前だと思うぞ。もうダメだよ、二人とも。ほら、こんなに怯えさせちゃって。悪い悪い、ついノリで。僕のこと食べない？食べない食べないって。だから、ウミオのところへの案内、頼むな。
ください。ダコイ負けました。エモーゼ、俺の番だな。私の番ですね。アイテム発見です。これは何でしょう。悪い、回復してくれないか。あ、これいいかも。Thank you.